ろしくお願いします。お願いします。どうします？あのですね、そもそも2年前まではヘナをやってたんですね。っていうのは色落ちがすごい激しくて、はい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 、でヘナでやってたんですけど、ヘナができなくなって、でそのちょっとアレルギーが出ちゃって、でハイライトを入れて落ちないカラーみたいなのすれば、はい、その持ちもいいかなと思って、うん、そういうお店探してたら、ヘナをやってるって分かるとハイライトできませんって言われて、ほう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 、なんか白髪剥がしみたいなカラーとか、うん、なんかオイルカラーみたいなところ行ったりしたんですけど、うん、結局色どんどん落ちちゃって、で、うん、で去年の6月ぐらいにやっとハイライトやってくれるところを見つけて、はい、でその時に、うん、ヘアマニキュアやってもらったんですね、はいはい、でもそしたら私の髪ボワってするから、はい、ハイライトなのに表面が全部そのハイライトで埋まってしまって、はい、私の理想とする筋筋じゃなくなっちゃったので、なるほどなるほど、要はボワっと癖があるからハイライト入れても広がっちゃってってことですよね。そうなんです。どうしましょうか、いろいろ。ちなみに地網アレルギー、いや、わかんない、ないと思います。普通のカラー剤も厳しいですか？あ、全然大丈夫です。あ、そっちは大丈夫、はい、なんかその、ヘナの、ヘナの、いや、ヘナ結構ね、インディゴがダメだったんじゃないかって言われる。ヘナってナチュラル以外は化学薬品が入ってるらしいです。そうなんだ。そう、ナチュラルってあのちょっとオレンジというか赤オレンジみたいな色あるじゃないですか。あ、ザ・ヘナっていう、あれはあの 100% 天然のものらしいんですけど、まあ、です、僕もやってないからあの聞いた情報ですけど、うん、なんかインディゴと か, なんか、まあ、それこそネイビーとかいろんな色あるんですけど、すなんか黒っぽくする色がやっぱりちょっとかゆみが出るとかおっしゃってました、うん、なんかね、あの、うん、ちょっと入ってるみたい、うんうん、まあでも分かんないですからね。でそれ以降はずっとヘアマニキュアで生きてきたんですけど、うん、やっぱりその皆さんに、え、グラデーション入れてるのみたいに言われてですね、なんかそう見えます。あとモワモワもすごいし、これから湿度がひどいし、だから白髪とモワモワと、はい、まあ色とっていう感じですかね。どうします、なんか、あとこれは本当はグラデーションモブにお願いしたら、はい、なんかよくわかんないそのマッシュルームカットみたいになって、で、うん、他の美容室にいたらちょっと後ろが、はい、3センチぐらいの差がありますって言われて、でそこでちょっとじゃあ1センチの差に直しますねって言われたんですけど、1センチぐらいですね今多分。そう、その方でそれ以上着るとものすごい短くなっちゃうからって言われて、でなんかちょっとドライカットみたいな感じでされて出たんですけど、なんかこの辺だけボコってなってたりとかするので直してもらって、ですよね、なんか全体、うん、理想のスタイルとかはどんな感じ？さっぱりしてるのがいいかなと思うのと、うん、なんかちょっともっさりしてきたから、うん、ちょっと垢抜けた感じもいいかな、ちょっともっさりはしてますよね。そうなんですよね。で今日は本当に何もしないで、はいはい、いや分かりやすくてありがたいです。でカーラーしようと思ったら子供にカーラーもやんない方がいいんじゃないって言われてこれで外出るのみたいな感じで来たんですどうしようかな。ここら辺じゃ癖ってことですね。で中側のこの辺だけまっすぐっぽくって、うん、この辺がうねうねって全体にうねりが出るみたいなのと、どうです、表面だけストレートでいいと思いますよ、うん、ここやっちゃうとペタンっていっちゃうんで。そうですよね、ペタンコは嫌なんですよね。そうそうそう、だからここもちょっと残して、この辺のうねり具がブローで伸ばして、うん、この表面が綺麗になればハイライト部分もすごい綺麗に出てくると思って、ちょっと一回こんな感じか。ストーパー自体はやったことは大昔、うん、ちょっとこれ美容師さん向けに言うと、カウンセリングでストレートアイロンはありです。結構お客さんと共有するのにどんな感じになるかっていう。パッとしたらもね、ちょっと首が出るぐらい切っちゃってもいいんですかね、うん、ちょっとでも襟足の癖がずっと YouTube で見ていて、グラデーションモードでこここうなってるのに憧れてたんですけど、うん、この髪質だとやっぱ難しいのか、なんかちょっと違う頭になっちゃったんです、ね、おどうですかね。とりあえず一回、あとここがへこんでます。あ、OK、 そういうのはね全然余裕で治ります。からもう一段いくからでいいかな。強い癖っていう感じじゃないけど、うねりが本当に結構頑固なうねりみたいです。とりあえずハイライトとストレートが同時はちょっと厳しいんですよね。なんでなんかいろいろ重ねていくと本当はいいんですけど、今根元このちょっと青っぽく染まってるのは何ですかね。ヘアマニキュアだと思う。マニキュア最近ずっと青いヘアマニキュアとかグレーをちょっと混ぜてとか。ほう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 、なるほど。黄色っぽくなるのがすごい嫌で、うんうん、色抜けても赤っぽい方がまだ自分的には許せるんですけど。なるほどね。色だと疲れて見えちゃうのがすごい嫌なんですね。まあね、そう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 。だと、例えばヘアマニキュアか。今これストレートアイロンしてるだけで、多分髪質自体はいいですね、かなり。あのシャンプーとトリートメントとケラフレクトコネクター、うんうん、あ、ね、うちの趣味とミストとデンスオイルとモデルさんあるある綺麗ですで、あれしてからなんかうねりがちょっとなんか縮れ毛みたいなのが消えたんですよね、うん、このもみあげの、うん、全然違くないですか。全然違います。で最初ちょっと正直シャンプーでスッキリ感が物足りない感じがして、爽快感はちょっと少ないかな、マイルドな。でも他の一瞬も実家に帰る時とかに普通のシャンプー
すると、はい、あやっぱり髪質ダメだって。ああよかったよかった、気づいていただいて。やっぱりで子供はコンディショナー、うん、トリートメントとミストとオイル使ってます。おお、うん、ありがとうございます。ちなみにビフォーはこうじゃないですか、うん、ハイライト入れたとしてもこうザラザラしちゃう感じじゃないですか。でこういう感じ。あで丸さ、下をやらなければ丸さが残る。いいですね。ね、いやこれだとかなり、こんなになったらすごいですよね。これ簡単、いや多分超簡単だと思う。そんなに難しいことじゃないんでいけるけど、ただカラーとかどうしようかな。1回でできる限界値ってやっぱこれでカットは一番まあ難易度低いんですけど、うん、この色の差どうしようかな。でここ多分マニキュアで結構濃いんでこれ多分剥がれないと思うんですよ、うん、もし行くんであればブリーチでこうバーッと線を入れてこっちの色に合わせたものをこう、うん、線上に入ってきてその上から全マニキュアっていうパターンなんですけど、そうするとストレートができないんですよね。さすがにちょっと難しい。いや髪の負担も別にありであれば攻めることはできなくもない。なんてどんな感じになる。マニキュアにブリーチなんでどこまで綺麗になるかっていうのは難しいな。多少なりとも痛む。マニキュアは剥がれるかどうかもちょっと分かんないんですよね。で実際どっちも欲しいの表面なんですよ。内側って別にハイライトもいらなくて、うん、表面のこのグラデーション感があるじゃないですか。個人的には、うん、まあ、グラデーションは見えないので、あ、うんうん、自分で見えなければあまり気にならないので、うん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 、どっちでもよくって、一番の悩みは白髪 で、うんうんうん、でここよりここの辺に密集してたりとか。そうですね、ここら辺多いですね。あとここなので、うん、仕事柄若いお子さんたちに会うので、あんまりここがあるとおばあちゃん感が出ちゃうから、それが気になるかなと思って前髪作ったんですね、3ヶ月ぐらい前に。前髪いいと思いますよ、すごく、うん、いいと思うんだけど、どうしようかな。いや、いろいろできるんですけど1回でできる限界値が あるから、うん、白いところをマニキュアで、そうですね、毛先どうしようかな、何がいいかな。ストレートはやります。ここでもう絶対的に綺麗になるんで、こっちとねの差がすごいじゃないですか、うん、あと前髪自分でこの間切ったから、うん、ってます。大丈夫、そこは、ね、綺麗にいくんで。どうしようかな、カラーだよな。ブリーチしたとこに矯正はさすがにちょっと困るな。となると何がいいかな。理想はね分かってるんです。これツヤっとさせます。2週間したらブリーチでハイライト入れます。でこことここの色を縦筋に入れます、うん、全体マニキュアします、うん、が超理想形なんですけど、うん、今日できる理想形はこれストレートします、カットもします、うん、でこのできるだけちょっとこのブラウンっぽい感じに、うん、この根元の色も合わせてマニキュアする、うん、それかな。で綺麗になると思います。だからカラーの垢抜け感はねちょっとないかなと思うんですけど、うん、髪質はめっちゃ良くなる。あとはカットはなんかちょっといい感じになると思うんで、そんな感じでいきましょうか。いきましょう。 OK です。カットのグラデーションの形とかは後でちょっといろいろお話をお聞きしながら決めましょうかね、はい、ゆくゆく伸ばしたいので。あ、ゆくゆく伸ばしたい。でも一回短く切っちゃうのは大丈夫。 OK です、わかりました、はい、OK。 じゃあちょっとご覧いただいて、まあこっちもアイロンした方なんで、でこう向きはかなり綺麗にされてるんで、もうアイロンしたらすっごい綺麗なんです。で逆に言うとこっち側だから、うねりが逆に言うともったいない感じですね。すごいこのちょっとザラーっとして浮いてきちゃう感じ、こういう感じですね。これがもったいないんで、もう今日は、はい、左こっち側乾かしただけ、ブローしただけでこれぐらいのツヤが出るようにストレートをまず表面します。で下のこの丸さは削りたくないんで、この鉢から上のみまずストレートして、でカットして、根元ですね、根元こちら見ていただくと分かるんですけど、ちょっとブルーの色素が見えると思うんだけども、まず全体をヘアマニキュアですね、矯正終わった後に全体ヘアマニキュアして、白髪のストレスっていうのをまずなくしちゃいましょう。で、まあ、さっき言ったみたいにブリーチとかっていうのはちょっとさすがに同日は僕もいろいろ同日にやる僕でもおすすめしないんで、これは、全体をまず白髪のストレスがなくなるくらいのヘアマニキュアっていう形でいいかなと思います。じゃあ行きましょう。はい、じゃあそんな感じで、まず、ストレートからいきたいんですけど、この質感を作りたいっていうんで、で、今、こっち側カウンセリングでストレートアイロンしました。逆もやります。これ、ストレートアイロンしてから1液と、ストレートアイロンする前の状態から1液、どっちが伸びるかって言ったら、ストレートアイロンしてから1液した方が伸びるんですね。それが応力緩和ってやつなんですけど、最初にがっつりストレートアイロンすると伸びが良くなるっていうんで、これで左右差があってはならないんで、基本的にはやらなくてもいいです。やらないで、還元剤乗っけてって、いい感じにはなると思うんで、
だけども、片方やったんであれば逆側もやってあげるとちゃんとムラなく仕上がるかなと思うんで、しっかりと水分抜いてあげる。で、ストレートの状態になってる状態で三原剤を乗っけてあげるっていうのがいいですね。こうやってゆっくり水分を抜いてあげる。こんな感じで抜きます。よし。で、前髪はおそらくブローで仕上げた方がいいんで、還元剤はつけずにいきましょう。はい。じゃあ、こんな感じですね。よし。はい、薬剤。はい。ネオメテオン pH7.0 に、インクライン 10%。もう一番ベタなやつです。いきましょう。はい。そんな感じでいきます。もう簡単ですね。こうして、ブロッキングしたら、鉢の部分。ここら辺からですかね。ちょうどこの明るくなってるところぐらい。ここら辺まで。いこうかなと思います。もう塗って。で、まあ、ちょっと意外にしっかりした髪なの、と、保温器はしっかりされてて、疎水状態になってる部分も多いんで、15分置いて流しましょう。で、一緒に行きます。じゃあよろしくお願いします。じゃあ今日来ることはもうお嬢さんにはお伝え済みなんです。もう朝は相談していて。朝相談なんか、スタイリング剤使わないでっていう、LINE が来てたって言ってみて、はい、じゃあ、顔を巻いちゃダメじゃんとか言って。あ、そこでその話だった。そう、でもその話しないでって言われてた。あらららしましたね。でもすごい心配性で、すごい心配してくれたアドバイスくれるから。大きいってことですか？そうです。もう多分、岩崎さんの1個上かな。私26で今年7の年です。あ、じゃあ1個上ですね。はい。おお、じゃあ大きいですね。そうですね。まあでも家では赤ちゃんみたいですけど、ね、外ではちゃんとお仕事してるなるほどね。そういうもんですよね、実家って。そうですよね。何でお前それ全部自分の生徒化してお父さんに怒られた話本当なんか、なんでですかね、あれ。すごい不満に思ってる。正月実家帰って、だらだらしてたら怒られたっつって。だらだらしすぎって怒られた。そうだ。あ、でもあれかな、やっぱり活躍してるところを見たかったのかな。家でも。なんかみんなに褒められてるから、あ、じゃあすごい成長したんだと思って。いや、全然もう家なんてもうだらだらのだらですよね。でもわかる。うちも主人はやっぱりなんか心配になるみたいで、見えてるところが全てと思っちゃうみたいで。うん、母は、あ、疲れてるんだなって分かるじゃないですか。なるほどね。お父さんはなんかあんまり分かんない。分かんない。そう、分かんないんですよね、お父さん。分かんない。分かんないのになんかいろいろ言うんですよ、ね。あ、そうなんですよね。かわいそう。分かんない。俺はもう、まあ、サロンワーク、普通に撮影以外でもサロンワークでも、大体旦那さんの話とか出るじゃないですか。結構皆さん、辛辣な言葉を言うんで、僕は男性の味方です。世の旦那の味方。でもなんか悪口じゃなくて、分かんないのはしょうがないんだけど、いろいろ言って、で、娘には分かんないのに言ってるって思われて気の毒だなとは思うんですよ。そういうことじゃないんだよって思う、うん、違う娘は疲れてるんだって、ね、そうだから大丈夫って言うんだけど、なんか心配になるみたいな、ね、勉強になります。それだと正月はだらけますよね。心配してくれてるのは分かるんですけどね、うん、そんなだらだらしすぎって言われて。でもね、すごいですね。あ、でも昔私もよく実家では言われてました。なんか横たわってると大きいから、はい、なんかトドみたいって言われて。全然そんなことない。でも別にトド結構とか思ってたの。トド結構。ずっと同じ定位置から本当動かないんですよ、ずっと。だって休憩してるんですもんね。まあ、体は休んで、ママがご飯を作ってくれるんで。来たら食べる。いや、運べって言われるから、うん、パパに自分も運ぶならいいやみたいな、何待ってんだよって言って。パパは運ばないの。パパ運ばないから。大黒柱としてね。私が何自分だけ待ってんねんとか言って、その料理が運ばれてくる前に、おかずとか先にちょちょって運んでるのを食べるんですよ、先に。それがムカつくから、人が運んでるのに食べてんじゃねえよみたいな、まだだろうがっていう話をよくしてます。いや、ママの作ったのが美味しそうだったのかもしんないよ。もういつも先になんかパクって食べて座って箸を取るんですよ。違う、まだここに運ぶものがいっぱいある。あれ、なんで待てないんですかね。本当ですよね、なんで待てないんですか。お腹空いちゃうんですよ、うまそうなものを見ると。ただ男の子って甘やかされて育ってるから。甘やかされて育って。そう、子供の時から多分食べてもママが怒らなかったんじゃないかなと思う。だから私の食べてるみかんとか取るんです。なんか自分がちょっと食べたいからって、1個は食べれないけど、私が食べてるかけらをすぐ横取りしてくるのは、そういうことですか。きっとそういう感じで育ったんですか。いじめの会。母に恵まれた愛情をかけてもらって育ったっていう。確かに、まあ、そうですね、はい、お袋ありがとう。いや、今女性しかいないですから。いや、本当だいたい営業中女性しかいない。俺一人ぼっち。またね、みんな
なすごい、そんなのこと嫌いなのかなって思うのと、旦那と息子がダメみたいな、息子さんもですか。息子可愛い可愛い、息子可愛いって言ってる人もいれば、うんうんうん、なんかもう旦那のかけらを感じるとか、あ、そうなんだ。ちっちゃい旦那、ちっちゃい旦那でもうムカついてくるとか。どっちかですね。男の子可愛い可愛いっていう人のが多いですけど、うん、その男の子から旦那さんのかけらを感じるともう毛嫌いしてしまうとか。そうなんだ、なんか息子さんに罪はないのに。そうそう、でも男の人ってそうらしいですねって、うん、その女性が言ってましたよね。女の子は、うん、の男の子にバーって怒ってもなんか反省もしてないで、次の日とかはこっちはまだ怒ってんの、ケロッとママまだ怒ってんのみたいなこと言ってくるけど、女の人は蓄積するしてバーンだからすぐ言うみたいなことをの人が言ってましたよね。言ってた。で、ね、でも寝たら怒りって収まりませんって言ったら、あ、分かってないみたいな。たまんないんですよね。なんかしまえるけど残ってるんですよ、引き出しにいっぱい、あの、うん、溜まってる。岩崎さんいっぱい引き出してる。引き出しもしかしたらあるかもしれないですよ、みかんの引き出しが。みかんの恨み、みかんの恨み。いやだから僕大体リセットされるんですよ。あ、でも男の人そうかも。主人もなんかいいかなと、いい性格だなと、あのその褒めてる意味でね、うん、そう引かないからいいなと思います、うんね、いやそうなんですよ。でも温度差ありますよね。なんかあ、なかったことになっちゃったんだ。ちょっと寂しいみたいな。なかったことにしちゃうかも。そう、でそうするとこう反省に行かないから改善されないんだ、はい、みたいな。そう、大きかないのはありがたいんだけどみたいな。なるほど。そう、いいとこと悪いとこがあるな。でもお互い様だからまあしょうがない。でも多分男性から見たら女性はいっぱい、いつまで怒ってんのよとか思われる。つついたらブワって出てきちゃうから、はい、びっくりされるみたいですね。そうなんですよ。そうなんですよ。いつの話っていうのはありません。いや、もう全部蘇ってきます、過去のものがすべて。そう、なんでだろう、あれ繋がってるんですよね。そうです、全部もう蘇ってきて、イラ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 。未来を見ようよ。過去を振り返るな。そういうと、でも男の人はそんな前のやつまで持ち出してきやがってみたいな。前の持ち出してきやがってっていうか、よく覚えてるね。本当に忘れちゃうんですか。本当に覚えてないです。本当に覚えてないです。だからいいですよね、本当にあのストレスにはならなくていいですね。いや、それ覚えてたらすごいストレスですよねって思う。覚えてるから忘れちゃえばいい。忘れられないんですって。忘れるだけでもなんかいるんですよね。これ多分どうなんだろう、男の女の人なんか、男の人でもいないんですかね、そういう人。え、そういう人いないんですかね、覚えてる人とか。あんま覚えてないですね。あんまり会ったことないかも。過去は楽しかった思い出しかない。いや、え、なんか、え、嫌な思い出とかの方がグッて残ってません？なんか深く刺さってるのは、でもなんか、あ、でもそのうち浄化されます。ありますかね。ネタみたいな感じになって、あ、うん、割と嫌じゃないかもしれない。なんか、こんなこともやっちゃったんだ、笑いみたいな感じになるか。まだあれだよ。まだいっぱい刺さってます。これ未来見ようぜ。未来、未来。ほら曇ってる。曇ってる。じゃあこれで時間を置きます。15分で流します。はい、はい、じゃあこんな感じでペーパー塗りですね。こんな感じで毛先をちょっとだけ、よし。でもう普通に流しちゃいます。15分後にリフォームで少し水分足しながら、浸透と結合強化してコーミング、まあそれもシャンプー台でやっちゃいます。でそのままヘマチンでチェンジリンスしてシャンプーして、ドロップでチェンジリンスで上げてきてもらいます。お時間置きます。さあ時間で流して、でドロップのチェンジリンスで上げてきてもらいました。でこの段階でカットいきます。この段階でカットいくことによって還元剤、まあしっかり流したとしても還元は進んでいくんで、まあもちろんスピードはすごいゆっくりですけど、ゆっくりとした状態で中間処理、メテオのコネクタ5倍希釈とアクアですね、その2つをつけて、で中間処理が浸透する間に還元も進むっていう一石二鳥、さらにカットも終わるっていう一石二鳥なんでいきます。さあじゃあカットですね。悩みはどうしましょうかねって言った時に、一番後ろが重いなっていうのはすごい感じるんですよ、ね、なんか結構重いんで。そうなんですよね、なんかいつも長めに切られちゃうみたいで、癖があるからだと思うんですけど、うん、癖があるかっていうか襟足が結構下まで入ってるんですよ。あー、だからか。実はなんで、隠してくれてる感じ、隠してくれてるんですけど、背も高いからバランス的にちょっと切ってもいいと思うんですよね。こんぐらい首のギリギリぐらいまで切って、ちょっと前下がりのグラデーションボブ、どうでしょう、うん、グラデーションボブで前下がりしたかったので、あ、じゃあちょっとやってみるんですけど、1個だけ
問題がありまして、まあ、さっき言ったんですけど、ここですよ、下まで生えてるんですよ。例えばなんか昔、うん、原宿でデカイカットチャンピオンの人に切ってもらった時、やっぱここを剃ってました。ちょっと見た時に、いいですか、うん、いいです、バリカンぐらいでいいですかね、剃るまではしなくていい、うん、家でどういうお手洗い、いや一緒に伸びるんで全く問題ないです。じゃあ大丈夫です。原宿で世界チャンピオン昔勤めてる時にありますよね、そういうの。 あとはこの辺が白髪が多いので、分け目若干左寄りのが嬉しいかな。あ、OK、それはね全然問題なくできます。じゃあそんな感じで、じゃあ襟足短くした前下がりのグラデーションボブでいきましょう。さっき言ったんですけど、メテオコネクター5倍希釈、まあ、全体調整じゃないんで表面メインでいいかなと思います。あとアクアですね。アクアはケラチン以外のものが全て入ってる処理剤です。長めに切られちゃうあるあるの髪っていうか生え方ですね。なんでちょっと細かくブロッキングします。ここで切りたいんで、ここで切るとなると多分ここら辺の髪が少し見えてくるからみんな長めにしてしまうんだと思うんですけど、ここはもうトリマーでいっちゃいます。よいしょ。基本これで普通にコーミングして前下がりのグラデーションボブあるあるで、こっからの距離で切ると結構長くなるんで、もうここは自分で決めちゃった方がいいです。もうしっかりとフリーハンドでコームを下ろします。切っちゃう、切ってまずラインを決めちゃう。そうするとこういうのが出てくるんで、ここをカットあげる感じですね。とりあえず量と長さ切って、ここがタイトにならないとメリハリのない頭になりやすいのと、あとはやっぱ後頭部が丸くならないんで、しっかりとここでしっかりいきます。そしたら今度押し込む、押し込んでコーミングして、こう綺麗に押し込んでコーミングして、はい、で、あとは今度 C シェイプして出てくるやつを切る。だから襟足に時間はかけちゃっていいです。そしたらトリマーですね。トリマーで一番下のここで、ここまでを取っちゃう。で、こっちも取っちゃう。まずこれを作ってあげることで、これだけだとかなりブラントのラインが超強く出るんですよ。なんで、ここでまず、このブラントラインをぼかす。ぼかす。で、さらにこの首のへこんでるところ、ここですね。ここに関してかなり毛量が溜まってくるんで、こう一回出してあげて、この三つ襟のところをルーツからセニング、産毛状態にしてあげる。で、ここですね。ここの溜まってるところを、毛量を揃えてあげるイメージですね。ここが綺麗にできてるだけで、かなり、扱いが楽になるのと、さらに締まりのあるスタイルっていうのができるんで、ここはちょっと時間かけてください。さあ、そしたらまずワンレングス決めちゃいましょう。グラデーションは後から入れてくるイメージで、ワンレングスを決めちゃいます。こうして、で、前下がりなんで後ろにちょっと引きます。パネルカット、こうして、こうすることによって前が実際そんなに切られなくても後ろがかなりタイトになるっていうラインができるんで、まずワンレングスを決めちゃいます。で、トップの丸さっていうのが乗っかってくるんで、ここ結構あれちょっと攻めすぎたかなぐらいまでいかないと、襟足が下まで生えてる人っていうのはかっこいいラインにはなりづらいですね。一応ブラントが出づらいようにチョップカットでスクエアを切ります。で、すごい重さの溜まってたこの後ろからのシルエットっていうのにあんまりすかずにタイトにかっこよくしたいかなと思います。こう C シェイプして出てこないように、こうですね、こうトップがかなり下の方に落ちてきますね。最後、上は放射線状に綺麗にコーミングしてあげて、アウトラインの完成です。そしたら真正面向いてください。はい、ここから前下がりライン切ります。綺麗にコーミングしたら前下がりのラインを切ります。そうすると前の方はそこまでがっつり切るというよりはちょっと整える程度になるかなと思います。こういう形、こうですね。で、これ今ワンレングスで下に重さがあるんだけど、これがぐっと上に上がってくると、さらにかっこいい感じになるかなと思います。よいしょ。逆サイ同様ですね。もみあげの毛も、下までしっかり生えてる髪質なんで、ちゃんとコーミングしてあげる。しっかりと左右を揃える。これでアウトラインがまず完成しました。こういうタイプですね。こういう感じ。こうなります。
こうです。なんでここにグラデーション入れていきます。でこんだけ襟足をちょっと2ブロック気味というか内側削ってるんで、一番下のアウトラインのワンレングスを残さないと確実に穴が開きます。ですんで一番下からいくんじゃなくて中段から入れるグラデーション、ここですね。一番下のワンレンは残します。で縦スライス1個後ろにダイレクション、縦スライス1個後ろにダイレクション、縦スライス1個後ろにダイレクション。そうすることによって真ん中センターが一番グラデーションが強く出て、そこから前に下がっていく。で 前に行くに従ってワンレングスに吸収されていくっていうグラデーションボール、まあ、基本中の基本ですね。基本で切ってもブラントがラインで切ってもかっこいいっていうの状態にしてあげて、最後それをチョップで削ってあげる。それがまあ基本的なカットのやり方かなと思います。よし、こうコーミングでしっかりとどういう形になるかっていうのを見極めて、少しでも跳ねるようなところがあったら絶対に飛び出てるところがあるんでそれを落とします。はい、もうウェットカットの時点で全てが決まるんで、ここをしっかり丁寧にしましょう。はい、そしたらここから上ですね。はい、センターいきます。この45度のグラデーションのライン、縦スライスできるグラデーションボール、1個後ろにダイレクションかけます。1個後ろにダイレクションで、イヤートゥーのとこまで、イヤートゥーのとこに行ったらもう完全に真後ろに引いてください。真後ろに引いてあげてダイレクション、はい、逆サイド同様ですね。縦スライスでセンターに寄せる、センターに寄せる、縦スライスセンターに寄せる、はい、じゃあトップいきます。トップは頭の丸さを作る大事なところなんで、しっかりと高さ調整っていうのをしますね。ここですね、どうしても頭の形がもろに出るところなんで、しっかりと引っ張ってきて、この下の45度の角度をできる限り扇状に開いてあげて、でこうです、開いてあげる。パネルっていうのはどうしても集まってきがちなんで、それを開いてあげるっていうのが綺麗なカットの法則ですね。45度開いてあげる、開いてあげる。同じくイヤートゥー、イヤートゥーは真後ろに引く、開く。こうやって開いて切ったグラデーションって伸びてきても全然まとまりがいいんで、そこですね。あのカットがどうしてもなんかすぐ崩れちゃうとかは完全にあのシェイプが悪いですね。ちゃんと角度を理解しないとダメですね。こういう感じ、ちょっと後ろに引く。で、イヤートゥーは真後ろ。真後ろに引く。はい。グラデーションが出てきてきました。で、サイドいきます。サイドは上下2段に分けて、8ですね。8上、8下で分けてあげて、全部イヤートゥーに集める。イヤートゥーのラインに集めて、切る。イヤートゥーのラインに集めて、切る。前に行くに従って切るとこだいぶなくなると思います。それがいいです。要は一番前はワンレングスになる、それが正解なんで、イヤートゥーに集めて上段も開く、イヤートゥーに集める。うん、逆サイド同様ですね。そしたらセンターチェック。センターをモヒカンガイド取ったら、後ろのグラデーションの延長でシェイプで出てくるとこがあれば切る。上にこう45度が続いていく感じですね。 OK、 よし。では乾かして今度ストレートいきます。よいしょ。でこの前の方がかなり長くなってる、こう前下がりでも言うてもそんなエッジの効いた、なんだろう、すごい前衛的なデザインってわけじゃないんですけど、ちょっとおしゃれなカットラインになってるかなと思います。リンクオイルつけて乾かします。楽しみにしててください。いつも多分ぼやっと ぼてっとしがちなのをちょっとタイトに、多分その方がね、首も長いのと身長も高いんで絶対にすごいスタイルが良くなります、はい、よし。ということで乾かし終わりました。あ、ちなみにもう違いますよね、なんか
若返った感じします、うん、なんかチリチリ取っただけで白があまり目立たなくなった気がする、うん、なんか白って膨張色じゃないですか、うん、黒って膨張の逆なんだ、あ収縮なんですけど、白髪がこうやってなると膨張色が動いてるとやっぱ広がって見えるんです、うん、ハイライトも逆に言うとそうです、うん、そうそう、だから全て綺麗に抑えてあげるだけですごい綺麗なんですよ、うん、今回ちょっとしっかりめに切らしてもらってボワってならないようにしたんで、うん、これもうこれやった前提なんですね、このカットも、うん、基本的にボワってなってる状態でこれぐらい前に切っちゃうとグッて上がっちゃうんで、そう、そこまで上げないようにして、でちょっと今までねここ何回かやったことのないカットっていうんで前下がりグラデーション結構ねかっこいいと思うんですよね、嬉しい、嬉しいちょっとまだ完成してないんで、はい、かっこよく完成させます、はい、ということで、はい、じゃあブラント取っていくだけですね、すかないです、基本的にすいちゃダメ、ただこのブラントカットのところだけは取りたいんで、こうやって折ったスライス通りになぞっていくだけですね、こうやってぶつ切りになってるんでチョップを入れていく、こんな感じでまずは一周ブラントカットのところにチョップを入れるっていう作業をします。この襟足はボブ行くんだったら落としといた方がいい。なんかパーマを逆毛になんかかけてました。うん、ああ、やりますやります。それ昔やってました。だからもうなんか、はい、多分20年ぐらい前か、うんうん、30年ぐらい前か。はいはいはい。上に向いてる毛に全部パーマかけて落とすってやつですよね。うん、なんか詳しくはわからないんですけど、うん、なんか襟足だけパーマかけてこうするからって言って、でも若手だったので、でもすごい勉強してる人だと思う。うん、すごいベリーショートにしたので、でその後確かに食事に、うん。でも、うん、スチュワーデスさんが多い店だったのかな、はいはい、すごいカット気に入られて、社外人だったんですけど、はい、なんかスカウトされて、おお、無理ですからって言って、いただけませんかとか、なんか評判良かったです。すごいじゃないですか。いや、でもね、すごい勉強して、20年前って言うと僕もアシスタントなんで、で、その頃にそういう案が浮かぶっていうのはなかなか、一番最初にアルバイトした店が、すごくオーナーがそういうの好きで、めっちゃ研究してたんですよ。そう、だからそれその影響でなんか僕薬剤も詳しくなったし、なんかいろんなことをカットもねいろいろマニアックに勉強するようになりました。長田さんなんか美容師会の錬金術師みたいですね、うん、すごいケミカル詳しいから。いや全然詳しい、本当に詳しい人っていうのはいるんですよ。僕なんか全然太刀打ちできない、ただ全然悪口じゃないんですけど、すごい詳しい人ってあんま表に出てこないというか、しかも特化しすぎちゃってケミカル詳しすぎて、だからカットとかもなんかまっすぐバズーンっていういろんなお客さんの要望をがっつり柔軟に対応する人の方が少ないって言うと怒られるんだけど、ケミカルめっちゃ詳しい人って自分の売りがすごいから、あ、そっちに特化しちゃうの、特化しすぎちゃって、だからもう全然僕なんかもう鼻くそレベルのケミカルなんですけど、ただ一応なんかいろんな、例えば撮影もやってましたとか、うん、メイクもできますとか、なんかそういういろんなもののトータルだったらちょっとやっぱ自信ある、うん、一個一個にもちろんヘアメイクだっつってもなんか巨匠からすれば鼻くそだし、いろんな分野でまだ全然なんですけど、ただバランス的には結構高めの位置にいるかなとは自分でも思ってます。長田さん謙虚ですよね。謙虚っていうかここで立ってあれですよ、いや俺もメイクもケミカルも日本一なんでなんて言ったらもうアンチしか来ないですよ。いやアンチ、いや別に YouTube でアンチが来るにはいいけど、美容界でアンチ来られたら嫌じゃないでもぽい感じの発言を普通のサロンのお店でしてる人は結構います。あ、まあいますよね、うん、なんか任せてくださいとか言われて、まあでもね そこら辺お客さんの要望を汲み取り、多分要望をちょっと上を行かなきゃいけないですか、美容師って、うんうん、なんかしかも自分が想像してない髪型とかをご提案とかしたりとかするのももちろんスキルのうちだし、そう、ちょっとあれこれ大丈夫かな、ちょっとびっくりみたいな攻めを入れつつ、家帰る途中にさっきの話じゃないですけどベリーショートの話じゃないですけど、うん、どっかで褒められるっていうのが一番鉄板なんですよ。もう一回そこ行こうと思うじゃないですか、なんか信頼感増しますね。そうなんですよ。でお客さんもやっぱり女性だからすごいめちゃ研究してて、美容ってものに、そうだ、研究してる人に対して生半可な知識で押し売りすると大体嫌われるんで、いやいやそれ違いますよ、それ似合わないですっていうのは内心しようと思ってます。無理なもん、例えば今日ハイライトも入れて矯正もしましょうとかそういうのは無理ですよっていうのは言うけど、デザインに関しては結構できる限り、あ、これだったらできるかもしれないですねとか、なんかそういう感じで接するようにはしてますけどね。
楽しいですよね、向こうの商売は。いやでも楽しそうにされてるから、はい、いいなと思います。そう、楽しいからどんどんあの休み削ってやるじゃないですか気づいたらなくなってたんです休みがなんかそのような感じです岩崎さん顔がきました。岩崎さん、あーすごい、お前その顔、お前見えないからって見えないからって見えないからってやりますよ、顔芸してる。いい感じじゃないですかね、ちょっとこうやってふわっとした、でこうしたかったんだよ、ね、よかった。とりあえずアイロンします。まだカット途中です。前髪も切ってないし、ただ全体的に、形を作りました。毛先の厚みを取りましたまでいきました。これで一回アイロンしましょう。でも毛先がやっぱり丸み残してくれたので、それもすごいなんか気分がいい。そう、すいちゃダメなんですよ、うん、本当にどうしてもね、痛くなりがちな髪の厚みはあるんですけど、これを活かした方が絶対いいんで、もうアイロンは簡単ですね。はい、失礼します。鉢植えにツインブラシで、はい、200度アイロンですね。200度アイロン、ゆっくりパーッと根元中間ゆっくり熱を切る。弱酸性なんで、ちょっとしっかり熱は欲しいとこですね。アルカリ入ってないんで。よいしょ。これの繰り返しです。まあ、サクッといっちゃいましょう。よし。中間抜けないようにってやつ。多分この撮影してる日には、多分皆さんにまだ知られてないんですけど、あの、メテオのストレートってやつです。メテオストレート。メテオカラーは結構出てるんですけど、ストレートっていうのはそんなに、ね、まあ、知ってる人はまだこの時点では少ないんで、この動画出る頃にはもう発表しちゃってるんで、美容師さんたちはあれだと思うんですけど。メテオカラーはものすごいですね、インスタでも。インスタすごいですね。美容師さんが結構拡散してくれたりとか、感動してくれてやってくれてるんでありがたい。もうあの、取扱サロンの掲載してるとこももうすぐ1000とか行くような。うん。逆に、だからメテオ使ってないカラー屋さんはちょっとなんか、とか思っちゃいます。そんなことはないよね。だって、艶があんなに違うんだもん。メテオを入れてるということで、あのメテオ自体がすごいのはもう自信あるんですけど、それ以外に勉強してるっていう、あ、うん、出なきゃ知らないですもん、僕なんか。なんか美容に興味があって、だってね、僕の YouTube 見るよりかまいたちの YouTube 見た方が面白いじゃないですか。わかんない、もう。かまいたち、ちょい、かまいたち。わかんない、面白いですね。俺かまいたちばっか見てる。かまいたちとあの筋肉系 YouTuber しか見てない。いや、なんでその時間をなんか僕のYouTube とか見て、あ、メテオってなんだろうって思ってもらったということは、やっぱりね、ちょっと仕事時間、勤務時間以外にも、なんか少し、うん、美容のなんか、あ、カットとかやってるから見てみようかなとか思ってくれてる人っていうんで、そこの信頼度はちょっと高いですよね。もちろんね、あの、上手い下手はあるとは思うんですけど、気持ちの問題？美容師さんって結構遅くまで仕事されるから、うん、そこで自分でちょっと勉強しようっていうのは、ものすごいモチベーションないとなかなかハードル高いですよね。本当ですよ。確かにそう言われると。うん、岩崎ですら、あーって言いましたもんね、今。岩崎さん意識高いですよね。え、高いですか？え、あの、美容の勉強という面に対しては全然意識高くないです。てか、これ、あの、なんだろう。自分の分けてますよね。ちゃんと、自分はこっちとかこっちとか。ああ、でもそれはありますね、うん。すごい的確にアシスタントもできるし、あれなんですけど、うん、じゃあ新しい技術をなんか学ぼうっていう気持ちはさらさらないです。もうカットの方はだって、うん、なんか岩崎さんね、そう、この間、稀有なカットシーン見て、うん、あ、岩崎さんカットしてると思って見てました。あ、僕の頭。そうそう。で、なんかお任せっておっしゃいながら、結構いろいろ言ってて、あ、そう、岩崎さんの気持ちわかるわと思って、すごい言ってくれると思って、こんななんかパッと本当素人にあのチョップカットとか言ってちょっとチョップカットしてスライドカット並べるかもなんですけど、なんでスライドカットができて絶対やめろっつって。いや、そうなんですよ。ただね、やっぱ僕と一緒にセミナーを全国ザーッと回ってるから、うん、基礎的なことと基礎的な技術はあるんですけど、いかんせんあの知識として入れようとしてないから、あれですよ、ケミカルとか僕の講習内容とか一切は覚えてないです。興味がない感じなんで。そうですね、で覚えようと思ったら多分入りますよ、ね、結構入る方だと思うんですよ、うん、記憶力はいいからね。確か難しすぎて英語と数字が出てきた時点でカタカナとか本当に苦手なんですよ、ね、ちょっとひらがな限定どういうこと。なんか全部漢字とかで書いてくれると覚え、だから応力緩和とか覚えられるんですけど、ペーハーとか本当もう何そっちの方が簡単だえーみたいな。水素イオン指数どう。水素イオン指数が何ですか、はい、ペーハー。あ、水素イオン指数の方が多分覚えれます。漢字の方が難しそうだな。なんだよ、私日本人だしとか思っちゃいますよね。よし、はい、こんな感じで、ストレートアイロン終わって
ったんで、まず固定します。これからマニキュアなんで、通常だったらカラー参加で行くんですけど、マニキュアの場合は一度2液しちゃいます。はい、2液アルテマのセカンドローション OX オキシですね。で、メテオはマニキュアに混ぜますんで、今回この2液に関してはそのまま原液塗布でいいです。こんな感じでスポイト塗布バーッとつけて、もちろんなんですけど、酸化不足が一番矯正の敵なんで、たっぷりつけて、たっぷりつけて、まあ時間をすごい置くわけではないんですけど、しっかりと塗布量はつけて、流す前ももう一回二度付け。加水はなんかサクッとつけて2、3分で流して OK でしょっていう人もいるんですけど、今はもうアルカリの一剤の場合はそれでもいいんですけど、酸性だったり中性だったりっていうのが多いんで、しっかりと酸化させるために時間を置くのと、しっかりと塗布量ですね。すべては塗布量だと思います。2液に関しては。つけた瞬間に過酸化性素水は水と酸素に分離されるんで、その、どん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 新しい加水をどんどん足してあげる。そんなイメージでいいかなと思います。で、前髪は1液ついてないんですけど、もうこうやって境目がわかんなくなるんで、オールバックで全部つけちゃいます。はい、じゃあこれで5分後流します。流す前にシャンプー台でもう一回過酸化水素水を、オキシセカンドローションつけて、でもうサクッと流して次のマニキュアに移ります。お願いします。はい、ストレート終わりました。カットとストレートが終わったんで、もうしどりが全然違いますね。ブローしたらすごいツヤが出てると思います。さあ、ということでマニキュアします。マニキュア初かな、もしかして僕の動画。ノットではペルーラルーチェ、絶対言えない。あ、でも言った気がする昔。はーい、一人あったかな、ペルーラルーチェナンバー3、これが一番気に入ってます。なんだ、粘性といい、月といい、マニキュアの中では一番好きなブランドですね。にメテオ 20% で、今日は MN ミディアムナチュラルブラウンですね。なんで、白髪を染めすぎない、真っ黒にしないで、白髪のところがハイライトに見えるような質感っていうのを出せるのが僕が気に入ってるパラサイです。はい、行きましょう。だいぶ変わったと思いますよ。うん、もうなんかさっきので帰れるぐらいの感じだった。そうそう、あれに色が乗っかるだけです、うん、色も黒くしすぎない、さっきも動画説明で言ったんですけど、黒くしすぎないで、なんとなくハイライトっぽい感じにしたいなと思って。あ、なんかありがたいです。生えて新しい毛が生えてきた時にやっぱ分かりづらいんで、その方が。だから理想を言うと、トップと前髪にブリーチハイライト入れて、このマニキュアが超理想です。多分ね、行ってる美容師さんもいろいろ考えて、多分ちょっとグレーっぽくすれば白髪との融和性もいいんじゃねえかみたいな、多分そういういろんな案とかもあってやってると思うんで。なんかヘアマニキュアはなんか2人でいつも相談して、はいはいはい、であれですよ、ヘラペクトコネクターをしてからはなんかヘアマニキュアの入りが悪いって、はい、悪いというか、なんかやっぱ弾いちゃうって言ってました。あ、なるほどね。だからいつもより時間を置いてて、だからやっぱあ、じゃあ髪の毛元気になってるのかなって話かもしれないですね。なんかよく動画で長田さんがやっぱりあれ使ってると、うん、カラーにちょっと時間か置いた方がいいとかおっしゃってたから、そう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 、なんかやっぱそういうのはヘアマニキュアも関係あるのかな、あるかもしれないですね、うん、全体的には本当に髪のね毛髪修復力っていうのは本当ピカイチなんで、他にないんですよね、あそこまで修復力の高いケラチンっていうのは、うん、不思議ですね。寝た時はすごいゴワゴワなのに。ガッチガチになりますよね。今度もうこの動画出る頃には知れ渡ってるんですけど、メテオのコネクターがあります。ああ、なんかすごいですね。そうそう。どんどんメテオシリーズ無敵になってきて。それこそケラフェクトコネクターと共同で出します。あ、そうなんだ。なんで、ケラフェクトの開発力とか材料、原料調達力をフルにお借りして、で、メテオとしてのコネクターを出したいなと思って、あまりにケラフェクトコネクターがいいから、それをさらにメテオを使ってる人って、やっぱり柔らかさとか、しっとりさっていうのが欲しいんで、そのためにいろんなものを足してたんですよ。ケラフェクトコネクターだけじゃなくて、じゃあこれも足して、これも足してって言ってたんだけど、ケラフェクトコネクターあれば、もう完璧っていう状態にしたくて、一緒に開発を進めたんです。やっぱりなんかそれまではなんかエイジングもだから柔らかいのかなと思ったけど、はい、うんうん、今回そのノットさんのあのシリーズ使って、はい、あ、柔らかいってこういうことなんだって思った。そう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 。ふにゃってしてるんじゃなくて柔らかいですね。そうなんですよね、うん、だから串通りが滑らかというか気持ちがいい柔らかさで、うん、あ、こういうことか。でもやってみないと分かんないですね。まあそうですよね、さっきも言ったんですけど、僕はケミカル全然まだまだなんで、とんでもない味方がいっぱいついてるから、そのケラフェクトの人たちもそうだし、アルテマの人たちもそうだし、なんかますますこれからがすごいですね。そうそう、お願いするのすごい得意なんで。こういうのあったらいいと思うんですけど。でもなんか発想で、まずその発想がないと生まれないですもんね。そうですね、結構第一線でやってたっていう、うん、自負はあるんで、それの中で必要なもの、うん、で全国の例えば東京以外の美容師さんとも交流があるから、うん、セミナー
ナーとかで、ここでなんか言われたこととか、なんかそういうのを開発にの現場に持っていくっていうのは得意ですね。一番強いですよね、商品開発の理想ですよね。まあそうですね、いい状態、まあ人に恵まれてますよね、いろんな。私商品開発の面では恵まれてないよ、そこは違う面では恵まれてるけど、商品開発に関してはあなたなんかしてくれた？え、いつも実験してるじゃないですか。あ、確かにしてくれてるね。うわ、もうやらない。やってやって。やらない。ありがとうございます。なんかいつもこれとこれ試して左右でやって。私何も携わってない。そうですか。メテオコネクターは、あの、岩崎さんの最後の。じゃあ体を張って協力して。なのになんか、あなた何も。ああ、すいません、すいません。嘘つきました。嘘つきました。そうです。いや、でも確かに何もやってないですもんね。あ、ダメだ。これまたしかもあれでしょ。残るんでしょ。一生言い続けるやつ。明日忘れてるパターンじゃないです。私はもうまた一生残りますから。そう言われました、ね。いやもう本当岩崎さんあってのノットですよ。忘れて、絶対は忘れてましたね。忘れてた。私どんだけ家になんか商材あると思ってんですか。自作品でなんか。もうさ、俺あれなんですよ、カラーもパーマもしないから健康なんですよ。ちょうどいいところにハイダメージ網がいる。ハイダメージ網。岩崎さんすごいですもんね、変歴に。やばいっすよね。この髪が綺麗になった。でもメテオのコネクタいい感じでしょ。本当髪の毛溶けないのが不思議ですよね。溶けてます。じゃこれでお時間をきますんで、はい、はい、もう普通にいつもの通り時間で15分で15分でお願いします、うん、はい、で特に後処理もしません。マニキュアでもうコーティングされてるんで、ざっとコアミ毛先、中間毛先にやるぐらい、あんまやりすぎるとベタつくんで、サクッとお願いします。はい、じゃあシャンプー終わったんでミストつけて、オイル、ミスト本当はもっとつけた方がいいんですけど、カメラ回る前に岩崎さんがつけちゃいました。よし、おほほほ、白いのが染まってなんとなくブラウンなの分かります。そう、ちょっとハイライトっぽくなればいいかなと思います。乾かします。お疲れ様でした。完璧だと思います。見えますかね、このツヤ感。そしてこのグラデーションってさ言ってたやつがすごい馴染んだのと、白髪がこうハイライトっぽく見えるんですね。美容さん向けに説明します。ストレート、はい、ネオメテオ 7.0 のクリームに対してインクライン 10% で、こんな感じ。ブローしただけです。ブローしただけでここまでのツヤ感は出せます。で、毛先にここら辺、こっから先ぐらいがちょうど丸くなるように薬剤がついてない状態っていう形で、でヘアマニキュアしたことによって白いところがこうハイライトのような形になるんで、こう徐々にいくグラデーション、ブリーチのハイライトなんかが出されるとさらに綺麗な状態になるんじゃないでしょうか。うん、バッチリだと思います。すごい綺麗な表面ストレートするだけでも全然違ってくると思うので、こういうのはお客さんにご提案っていうかね、してあげるといいかなと思います。よし、前髪切りましょう。こっち分けの場合はここが短くないといけないんで、今ちょっと逆になっちゃってるんで、流す方向と逆にいきます。引っ張ってセニングで落とす。こうですね。で、流しの最後のサイドの毛と馴染むところをついてあげる。こんな感じ。で、全体にレイヤーがちょっと入るように持ち上げて、毛先セニング。で、少し丸くしてあげます。よいしょ。で、表面もマニキュアにメテオが入ってるんで、少し熱処理してあげるとものすごいツヤが出ます。マニキュアメテオって結構いい、かなりツヤが出るんでおすすめです。ダメージもやっぱ少ないんで。もともと離島のカラー僕めっちゃ使ってて、離島のカラー自体もすごいツヤは出るんだけども、やっぱりマニキュア明るくすることはできないけど、マニキュアのパターンも好きです。で、なんか一応あの技術的なオープンチャットやってて、そこでレシピ公開してくれてるそのチャットのメンバーが、ヘナにメテオも入れると相当ツヤが出るみたいですね。ヘナは究極の花鏡剤っていうから、僕はちょっとそこまでの知識はないんですけど、ヘナ使ってるサロンさんはヘナにメテオ 20% やってみてください。お嬢さんいけると思います。どんな感じで帰ってくるか楽しみにしてるんじゃないですか。びっくりすると思う、うん、朝もわもわってしてたから。もわもわしてましたね。よいしょ、 OK。 本当に乾かすだけでこんななっちゃうんですね。そうなんです。そう、途中手で乾かしただけお見せした時すごくなかったですか、うん、そうなんです。ブローするとさらにツヤが出る。いや、でもやっぱブローは多少は必要というか、あった方が丸くはなるんで、レースオイルちょっとだけ
いい感じですね。襟足の方かっこいいですよ。後でお見せします。ちょっとワクワクする。そうでしょ。丸さは残しつつのエッジは効かせすぎないんだけど、メリハリはつけました。でもってもうハイライトっぽくなるようなマニキュアの手法、いいですね、うん、はい、すいません、失礼します。さあ、こういう感じです。いいですね。この首のグラデーションです。よかった。すごい嬉しい。色すごく綺麗に見えません。あの、そう、ハイライト入れたらこういう風になるのかなって思ってたんですよね。そう、これでちなみになんですけど、今こっからスタートしちゃってるじゃないですか、うん。これがこの上からスタートすればいいんですよ。そのためには表面の毛だけハイライト入れてあげる、バレイアージュ風にしてあげる方が絶対かっこいいです。うん、あのこの間とかに入れない、鉢植えだけに、鉢植えの上の上ですね、2枚とかでいいんでハイライト入れてあげるとすごくいいんですけど、一応矯正しちゃうんで2週間 はチャレンジしないでください。あ、でもなんかしばらくこれで楽しみ、これでいい。OK です。お疲れ様です。はい、美容師さん向きには説明したね、今もしました。したけど一応、はい、こんな感じですね。こうグラデーションしっかり襟足、この内側を削ったグラデーションにしてあるのと、あとはまあいろいろ素材を生かした、モデルさんの素材を生かしたスタイルっていうのを作らせてもらいました。はい、そんな感じで以上になります。今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上です。バッチリじゃないですかね。グラデーションって言ったらこれですよね。違った。だから説明が下手だったのかなと思う。思い通りのグラデーションになりました。よかった。いや、思った以上で、あの、襟足を切り込む勇気です。ここなんですね、うん、私のその毛の生え方。そう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 、だからもう今日 1.5 センチくらいは全部刈っちゃった。だから要は無理やりこう上に上げてる。でそれがなんか悪いことですかって言うと、同じく伸びるからしないんで基本的には大丈夫。言ってくださればよかったんですね。その人もここ刈り上げになっちゃいますけど、難しいところなんですね。そうなんですね。いや、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。はい、憧れの頭に。あ、よかった。最後エレベーターに人が乗ってたんで、隅から撮りましたけど、ダメかな。はい、じゃあそんな感じでお疲れ様でした。お疲れ様でした。アマゾンもいっぱい届いてます。またお腹鳴ってますよ。お腹鳴ってます。今日減ったんですか。いや、さっき食った。食ったからでしょ。なんで下から撮るんですか。最低。はい、これからゴミ箱を組み立ててくれる岩崎さんです。長さもやるんですよ。なんで諦めるんですか。それ難しくない。いや、俺力仕事はできるんだけど、それなんか難しいんだよね。見たじゃないですか、やり方。私さすが、お上手、最高。お腹はい、じゃあそんな感じでお疲れ様でした。